ここんんんにちはこんばんはばゲーム動画でいこうです。お、え、が、ー、記念競輪最終日、12レース決勝戦の予想を行いたいと思います。えー、12レース決勝戦、ご覧のメンバーですね、SQS、えー、班が、えー、村上宏之と平原康太の2人ですね。えー、そして113期の宮本が決勝戦に勝ち上がってきました。ここれ本当にどこまで このメンバーで頑張れるのか楽しみです。えー、そんなあの私の本命は、えー、村上広之です。えー、非常に細切れ戦、しかもあの一番バック取ってる宮本が短期なので非常にあの難しいです。浅井もあの別府は散々でしたけど副長気味で。 平原をバック取るの積極性が高いですからねみんなあのどこからでも買えるレースだと思うんですが最終的には小翔が積極的にいって村上が抜け出すじゃないかなと思います。 胡椒がまくり不発でも村上突っ込める足ありますからね。私はこれでいきたいなと思います。裏はなし、やっぱりいろいろ買っちゃいそうですよね。という欲はあ,るありそうですけど逆に冷静にあの決め打ちしすればいいんじゃないかなと思いますこのレースだけじゃないんです。 というわけで細かく見ていきたいと思います。えー、ご覧の9人ですね。バック回数は、えー、短期ですが、宮本が15回でトップ。ホーム回数も宮本11回トップ。2、バック2回が6回の古障ですね。えっ、ー、と、以下。 えー、和田枕と平原幸太が3回ずつとなっておりますえー、っと並びはこのように細切れ、まあ、実質5分線ですね、えー、同地区が近畿と南関とあ中部もかで、えー、平原と佐藤は 別府の G2 に続いて混成、えーえー、ライン東ラインを組みますで宮本がバック持ってるのは短期です浅いなんかマークしてあげたらいいんだけどやっぱり自力で戦うことを選ぶんですよね三連単のシリーズは佐藤平原 が。やや抜けてる感じですよね。以下。村上あさい。胡椒。ですか。まあ、非常に頭悩ませるところではありますね。えっ、ー、と、こちら二社単のオッズです。え、十倍以下ありません。 えーと一番人気をかわすのもすごい難しい、えー、37佐藤平原の11倍佐藤本当に勝ち上がりすごく戦績いいいいなと思うんですごい調子いいんだなっていうのは感じますよね果して決勝戦までそれが維持できるかどうかっていうとこですよねえっ、ー、と次が 村上胡椒の13.2倍ですか平原逆に平原佐藤が20.3倍でちょっとこれはつきすぎな感じはしますけどもっと実際は下がってくると思いますあと宮本の頭も結構売れてますよねはそのスピードに若手の若いスピードき期待してるっていうのは、えー、あると思います 人気逆に浅井もこんな人気ないのかっていうだいぶ前場所の別府に比べたら復調してきてるとは感じるんですけどねでやっぱり知名度の面で劣るっていうのがあって難関は、うん、やっぱり人気ないですよね、うん、自分難関もうチャンスあると思うんですけどねということでえっ、ー、とけ え戻ってきましたがじゃあ誰これすごく悩むと思うんですけど誰が逃げるのかっていうとこですよねまず前を誰が取るのかってことですけど浅井がホーム5回なんですよねこれで平原古昇も3回なのでまあ最近の競争を見てると必ずしも内枠がスタート取るとは言い切れなくなってるんですよね そうなったら、あの、村上が、一番下の村上が取って、古書を迎え入れてっていう流れなんでしょうけど、自分は浅井が取るんじゃないかなと思います。で、その後ろに、近畿か、南関。平原も、平原かもしれない。 で、えー、と最高方に宮本がいるんじゃ一番後ろが宮本なんじゃないかなと思います。やっぱりあかぶりたくないですからねどちらにしましてもうん平原とか古生は一度切りたいですよね浅井は足をためて一発打ちたい。 まだまくるもどうするんだろうすんろ結構さばきの競争もできてきてますからね。まあンキり合戦になりなる予感はしますね。もしくは誰かが前へ出て、えー、っとそれで、えー、誰もあのー、牽制し合ってそのまま前ン切った人間が逃がされるとかはあるかもしれません。そう な展開になると宮本がドカーンと短期で行っちゃうかもしれないですよね、うん、迷いましたやっぱり近畿はやっぱり伝統的にそういう積極策っていうのが身についてるんで故障も行く時は行くよバックも6回取ってるからっていうのもありますし難関の和田コンビもマクルもやっぱり 要所では先行対応しますんで和田るがいって和田健太郎の抜け出しなんかも魅力あるのかなとは思いましたまた浅井がやや復調しているにもかかわらず結構人気ないっていうオズのみを見から見ても浅井の頭っていうのを魅力感じるんですよねまあ ほぼ総流しになりますけどその場合まあ浅井は今が狙い目かなぁとは思いますよね。と難関の音図の低,低さっていうか高さか逆に人気のなさがこのまあめ有名なメンツに混じって魅力があるのか。 うーん今の和田まくるならそんなに115点持ってるんでそんなに差はないような気はするんですけどねこういう混戦まあ思いっきりがちょっとっていうのはあるかもしれないんですけど行く時は行きますからねそれ別府に比べたらはるかにいいです。 まあいいって言っても他の良さに比べたらそんなによくないんで、まあ、和田が過去を決めてたら面白いんですけどね和田健太郎抜け出しただ、うん、やっぱり最後に行くのは結局は誰も行かないならって言って飛び出しちゃうのは古生九番車の古障なんじゃないかなと思います。 胡椒がバーンと飛び出してで他がまくってくるそれに合わせて村上が番手から出るんじゃないかなと思います。もしくはまあ和田まくるなり、えー、と平原なりが先手取った時はまあ胡がそれなりの位置いて先まくり打つけど残念ながら不発に終わって。 えー、そ,その空いたコースを突っ込んでくる村上があるんじゃないかなと思ってどちらにしましても村上、まあ、前者の方があのチャンス可能性チャンスともあると思うんで村上の抜け出し、えー、こちらを本命に私は本命にしたいと思います。えー、っと相相手手ですね相手はご覧の通り、えー、5点 やっぱりあの他を可能性切って村上1本しかもこれ裏なしにしてるんであんまり村上博之って2着の印象ってないんですよねなんか2着来るぐらいなら3着以下に沈みそうな感じがするんでえー、っと裏なしの5点、えー、っとやっぱり浅井ですよ浅井が。 なんやかんや言ってまくり追い込んでくると思いますでやっぱり平原も捨てが平原佐藤慎太郎も捨てがたいでやっぱり古障はちょっと残るの厳しいんじゃないかなと思います宮本もすごくいい,いい素質持ってるんですけどちょっと短期っていうこともあってこのメンバーでは厳しいのかなと思って難関の2人 がオッズ的意味をみありそうなんで、えー、上げてみました。二人とも結構チャンスありそうな気はするんですよね。特に和田健太郎のコースズコミはあの上がりタイムがかかるって展開が考えられるんで無視できないんじゃないかなと思います。えー、っといろいろ考えても仕方ないんでこういう細切れ線の時は。 頭決めて、えー、っとそこに、えー、一点集中で、えー、行った方がいいと思います。ということで村上本命にしました。はいえー、以上予想をお送りいたしました。いかがだったでしょうか。えー、ぜひあの応援のチャンネル登録よろしくお願いします。 えー、1000人達成すればですね収益化もチャンスも出てまいりますので、えー、よりモチベーション高ま,ると思い高まります。応援よろしくお願いします。この動画、えー、関連動画、動画プレイリスト、えー、最後の20秒で表示されます。この画面に表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しいです。 またブログツイッター説明欄にアドレス記載してますのでよろしければ見てくださいさあ混、えー、戦の大垣記念競輪スイート杯果たして、えー、最終的なゴールに一番最初に飛び込んでくるのは誰になるんでしょうかご視聴いただきありがとうございましたゲーム動画でいこうでした